円形のフォルムが残るジャラシュの南側のローマ劇場ジャラシュはヨルダン北部の都市でジャラシュ県の県とシュトアンマンからは北へ 48km の位置にあるジャラシュ県の風土は多様で標高が 1100m を超える高く寒冷な山地から標高 300m ほどの肥沃な谷間などがあり農耕が盛んであるジャラシュの町は標高 600m の丘にある ジャラッシュは古代にはゲラサと呼ばれていた。シリア南部のデカポリスのうちの一つであり、現在も古代ローマ時代の都市一石がよく残っている。2004年の国勢調査によれば、ジャラッシュ市の人口は3万1650人で、ヨルダン国内で14番目に人口の多い町である。ジャラッシュ県の人口は15万3650人で、人口密度は イルビド県の次に高い。ジャラシュの人口の多数派はアラブ人であるが、オスマン帝国時代末期にロシアから逃れてきた北カフカスのチェルケス人やトルコから逃れてきたアルミニア人がヨルダンの他都市と比べ人口のうちで占める割合が若干多い。宗教はイスラム教が多く、ついで正教会よびカトリックのキリスト教徒が大きな割合を占める。 古代都市、ゲラサの遺跡の地図。北が右側、西が上、南は左側。市の南外れに、ヒッポドロームと外線門がある。東に、現代のジャラシュの町が隣接している、ハドリアヌス外線門。ジャラシュは、ギリシャローマ風の都市、ゲラサの廃墟があることで知られる。ゲラサは、ローマ時代、デカポリスと呼ばれた、東部辺境の都市群に含まれていた。 ジャラッシュは遺跡の大きさや発掘の大規模さ、保存状態の良さから中東のポンペイとの異名もあるが、ポンペイと違い自然災害で埋もれたわけではない。ジャラッシュは中東のローマ都市遺跡の中でも保存状態がよく重要な遺跡の一つである。近年の発掘調査では、ジャラッシュは青銅器時代には集落があったことがわかっている。ヘレニズム期に コイレシリアはセレウコス朝、シリアやプトレマイオス朝エジプトの争奪の地となったが、これらの王朝によりギリシャ風の都市が多数作られた。ジャラッシュも、この時期に作られ、アンティオキアと名付けられた町の一つであった。紀元前63年、古代ローマにより征服された後は、シリア属州の一部となり、近隣の都市とデカポリースを組んだ。90年には、フィラデルフィアと共に、 アラビア族州に移された。ローマ帝国の下でこの地方の治安や平和が保たれたことにより、人々は経済活動や公共施設の建設に時間や労力を割くことができ、公易が発達し、都市基盤が整った。一世紀後半、ゲラサは公易や農業で大いに発展した。106年には、 トラヤヌステが新たに作ったアラビア族州を貫くローマ街道がゲラサに通り交易はますます栄えた。ハドリアヌステは129年から130年にかけてゲラサを視察巡行している。外線門はこの際の訪問を記念して建てられた。ラテン語による碑文には皇帝を護衛するキュバ兵がこの地で越冬した間に 神々への奉納を行ったことが記録されている。ゲラサは最盛期には城壁内の広さが80万平方メートルに達するまでに拡大した。614年にサンサーナサ、ペルシャがシリアに侵入したことによりゲラサは急速に衰退したが、イスラム帝国による征服やウマイヤ朝の支配下でも、ジャラッシュの都市活動は活発に行われていた。 746年、大きな地震が、ジャラシュとその近郊を襲い、以後、ジャラシュは再建されなかった。十字軍の時期には、アルテミス神殿跡など、ジャラシュの遺跡の一部は、要塞となっている。アイユーブ朝から、マムルク朝、オスマン帝国の時期には小規模な集落がある、のみだったが、中九世紀後半以後は、シリア各地からの移民やロシア領の北カフカスからの、 難民が入植し始め、新しいジャラシュの町が遺跡の東隣に作られた。1920年代からは、現在に至る遺跡の発掘が始まり、一部土に渦漏れていた都市が姿を現した。20世紀後半には、パレスチナ難民を合わせて、ジャラシュの人口が拡大した。コリント式の柱が、特徴的なジャラシュのアルテミス神殿、ジャラシュには、 現在も古代ローマ当時の様を残す記念碑的建築や公共建築が多く残る。ハドリアヌスの外線門、ヒッポドローム。2つの大きな神殿や小さな神殿群の廃墟、列中で囲まれたオーバル城のユニークな広場。街を貫く目抜き通りである長い列中道路。2つの劇場。 二つの公共浴場、ほぼ完全な形状で残る紙壁などが代表的なものである。また、遺跡のあちこちには、コリント式オーダーで建てられた、円柱群が、地震にも倒れず、無傷のまま残っている。これらの建築物は、ローマ時代、裕福な市民の寄付により建設された。350年以後は、キリスト教徒の大きな共同体が、ゲラサにあり、 400年から600年までの間には13カ所以上の教会が建設された。これらは非常に優れたモザイクの床で装飾されている。またノアの物語などを描いたモザイクのある古代のシナゴーグ跡がキリスト教会の下から発見されている。カルドにある四面門。大通りが直行する街の中央に立つジャラシュは20世紀の間に劇的に成長した。 これは、ヨルダン北部の中心に位置し戦略的に重要であること、観光地としての価値が高まったことが原因に挙げられる。ジャラシュの遺跡は今日、ペトラ遺跡に次ぎ、ヨルダンで2番目に人気のある観光客の訪問先となっている。遺跡は慎重に保存されており、スプロール状に広がる近代のジャラシュの街が、西側の遺跡まで広がらないよう規制されている。 ジャラッシュには、当初、近隣の町、スーフ及びその近郊農村の人々が移り住んだ。スーフは、オスマン帝国時代、長年にわたり、ヨルダン北部のアルメラダ地方の中心都市であった。この地方は、南方のベドウィンのバニサヘル部族による襲撃や、略奪に抵抗したヨルダン北部唯一の地方であり、抵抗のための組織を築いて、ついにベドウィンの侵入に打ち勝った。 最初は、スーフの郊外の町であったジャラッシュは19世紀後半以降、シリア北部の農民らの移民の入植で急速に拡大した。また、ロシアや東欧からオスマン帝国に逃げてきたムスリムは、オスマン政府によりシリアやヨルダン各地に組織的に入植したが、ジャラッシュには北カフカスのチェルケス人が入植した。20世紀後半には、パレスチナ難民が、 ジャラッシュに住むようになった。ジャラッシュは拡大を続け、かつての中心地だったスーフをはじめ近郊の農村は、ジャラッシュの通勤圏に飲み込まれている。ジャラッシュの産業は観光業が主で、遺跡を訪れる観光客に大きく依存している。また県内にはオリーブの木が125万本あり、これらの農産物の収産や加工も行っている。1981年以来、 ジャラシュは、ジャラッシュフェスティバルを開催しており、夏の3週間にわたり、舞踊、音楽、演劇の公演などが続く。ヨルダン王室の人々も観覧する、このフェスティバルはこの地方の大きな文化、芸術イベントとなっている。しかしジャラシュはアンマン及び、イルビドという2つの大きな都市から自動車で1時間も、かからない距離にあるため、 これらの都市に投資が集中してしまうため発展の速度が遅くなっている。ありがとうございます。